が久しぶりでここにちょっとすごくびっくりして、もっと呼ばれるなら可愛い格好してくればよかったんですけど確かに皆さん応援してくれて会いに来てくれてサインになれたのかなって思いました。このまま来週も前を見て進んでいきたいと思います。ありがとうございます。メンバーと入れる時間も毎日大切にして卒業まで最高の日々を過ごしたいと思います。ありがとうございます。そうです、今日はお誕生日なんですありがとうファンの方の優しさで今日はお誕生日もどきな一日を過ごさせてもらって、すごいサプライズもしていただいて、毎日たくさんの方に応援に来てもらいました。生誕祭も2週間後にあるので、ソールドアウト目指して盛り上げていきたいと思います。ありがとうございます。私のユニット対決1位やったー、イエーイ、早い、ありがとうございます、イエーイ、ありがとう、ありがとう。マイリンと残り少ない時間、もう限られた時間しかないので、マイリンゴマリンゴライブもあるので楽しみです、うん、楽しみ、アンナちゃんの生誕もあるしね。そうだ、その前に、そうだよ、お前にじゃない、その後忘れてた、ね、忘れてない、ありがとう、おめでとうじゃなくて、ね、あなたもおめでとうありがとうございますでは続きまして2位2人公演とか、はい、そうなんです。珍しくね、私たちが衣装チェンジをめったにしないんですけれど、それでもね、楽しんでもらいたいって思って、はい、頑張りました。来週さ、もあちゃんのリアル誕生日があるので、はい、そうなんですよ、たくさんたくさん盛り上げられたらなって思います。頑張ります、遊びに来てください。バイバイ、ありがとう、待ってるよ。なんですか、なんですか、なんですか、ないです。言ってないですよ。ないです。うるさい。うるさい。何ですか。ちょっと言いたいことあるなら言ってくださいよ。いや昨日まで勝ったし。なんで負けたのちら。ね、負けちゃったよ。おさなきんじゃない。おさなきんじゃない。今週頑張ろうほら。今週来週頑張れ。頑張れ。頑張れ。なんで一言なんですか。あったと思うんですけど、各ユニットでどんな1週間だったかちょっと簡単に聞かせてもらえますか。はい、今週はずっと3人か2人とかだったので、結構2人の時にやっぱり2人だと迫力が出ないっていうわけで、なんだろう、あえてあちあちとかをこうやって、うん、こうやって歌ったりして、なんか結構評判良かったので、はい、あの人数少ないなりのパフォーマンスの見せ方をやっていきたいなって。マリン何ですか。10番もうこうやってやろうかなって言う、ね、ファンの人喜ぶかな。かわいい、かわいい、思ってもない思ってもない思ってます。スイムガードのライブも盛り上がってくれたりとか、会いに来てくれたりとかもしてくれて、まだまだ盛り上げて工夫してやっていきたいなと思います。はい、ダンサーに聞こうかな。おお、誰、ですね、かのんちゃんのステージデビュー4周年がありまして、あとで妹の誕生日もあったよ。あ、そう、小梅さんの誕生日もさ、青いサイリウムってことは今週は青いサイリウムが多かった。でもね、今日の締めである、あ、ごめん、私が勝手に言ってた。そうです、邪魔かって言ってるのに。そう、今日はね、うるう年生まれの橘アンナちゃんの誕生、3月1日なんですけど、誕生日ということでね、会場真っ赤でしたね、団結してました。感謝ですね、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ありがとうございます明日からも一緒盛り上げていきましょう。はい、はい、では今週もお疲れ様でした。お疲れ様でした。2
2月23日からの1週間スラガ劇場歌って満足度ランキングの発表をします。第1位は佐藤南星。私ちょっと1日今週お休みがあったのですごく心配だったんですけれども、推しの皆様に本当に感謝しております。新メンバー桃原梨香ちゃん入りました。私はこれが夢の第一歩なので、ここからもっとひるまず自分らしく自分捨てずに、でもプライドは捨てて頑張って這い登っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。というわけで来週も頑張っていきましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。次の患者さんどうぞ。はあ、なかなか大変そうですね。今週のパームスが気になって夜も眠れない。大変じゃないですか。いいですか、ね、お薬ちゃんと出しておきますかね。これ見てください。はい、ね、ここに出てるの必ず毎回飲んでくださいよ。大丈夫ですか。はい、ということでね、あとね、看護師の直人君から一つ言われてるのがありますよ、ね、こちら、バックステージ、ね、QR コード見てください、ガストアプリ、ね、これも毎日投票してくださいよ、ね、今週もいろいろありますから、ね、お大事にしてください、大丈夫ですか、ちょっと、大丈夫ですか、元気、じゃあ、お大事に。さあ、次の患者さん、どうぞ。大好き。